あの私たちはですねどうやって生きたら健康でいれるのかどういう生き方をした時に病気になるかっていうのを知らないで生きてるってことがほとんどなんですね。まあ,あと余裕のない時代でしたらそれでもし方がないかなと思ってたんですけどやっぱり。 豊かになって自分を振り返る時間が持てるっていうのは今の時代はですねやっぱり、えー、病気になるのはうんふうんみたいな生き方だけだやっぱり危険すぎるんですね。という生き方したら、えー、90とか100まで生きてで展示を全うする。だけどこういう生き方した時は40代50代でも死んでしまうっていうのうな やっぱり謎を知ってこれからの人は生きるべきだと思います。で驚いたことにですね病気になる原因っていうのはいつも時代とともに変わってるんですね。50年60年前の日本でしたら寒さとかひもじさとかですね肉体的な重労働で体壊してで 早めに死ぬ人が多かったんですけど今日も時差とかそういう心配ないですし冬の寒さも、うん、暖かいうち部屋全体が暖かくなる暖房ですからこういう問題はないわけです。